画面の前の皆様こんにちは、ベルクロ沼ババアのお時間でございます。いやー、久しぶりに沼ババア持ち出してきました。とうとうね、あのランクリセットが入っちゃったんで、また低ランクから始まるということになったんで、ちょっと鬼畜なパークを組んできました。あんまりね、上級者のサバイバーとかには効かないんだけど、ルインとか、ルインっていうのはまあ発電機の、まあ、その進行をすごい緩くしたりね、するやつがあるんですよ、呪いをね。でもあと一つはね、デボアホープ、これね、めちゃくちゃ厄介なんですよ。わざと救わせて、でポイント、カテゴリーポイントが入っていくんですけども、3ポイント、まあ、つまり3人肉フックから救出された時点で、ワンパンモードに突入するっていうね。でそのね、3ポイントのあと5ポイントに達すればいつでもメメント盛りできるというね。まあこちら、ちょっと待って、幼稚園やん、しかもここにあるやん、よし、幼稚園に沼ババア乗り込むの末期みたいなね。そんななんか忍者服部君的なノリで行ったってしょうがないんだけど、はい、できます。悪い子はおらんかいっていうね、ああいう感じですよ。ババアの雑炊食わんかえっていう。いや、それいい人やん。めっちゃいい人やん。全然。全然いい人やん。この辺にしとこう。この呪いのトーテム2つのどっちかがルインとデバーホープなんで、これは絶対に壊させてはならない。うん、思います。思いますっていうか、もうね、壊させちゃダメ。もう沼ババアも大切な宝物だから、あれ。おじいちゃんの形見だから。ここでポーンなってたけど、地下か。ここにもうやっときましょうか。この辺にいるんだろう、地下に。今、ボーン やってたやろ。あれがね、ルインが発動してるから、呪いがかかってて、ボーンしやすいんですよね。おお、普通にいたわ。信子ちゃん、普通にいたわ。はいよ、ベレー帽の信子。さあ、ぶっ飛ばしに行こうか。あんた、不審者やね、幼稚園に入り込むなんて。いいじゃない、この不審者。こっちが、こっちが帰ってきた。なんだなんだ。いや、かつてはランク1までヌバババをのし上げていったわけですけども、またランクリセットっていうのは、あいよ。そしてね、ハロウィンモードがなくなりましたね。ハロウィン仕様のね、ロビンとかで、実はね、いろいろなパッチがね、入ってるんですよ、バランスとかで。向こうか、この幼稚園の中にも、やっとこうか。どんなアップデートかといいますと、実はブラッドウェブ、経験値回すやつが大幅に、改良されました。今まではね、こう、次次に行くごとに経験値、必要な経験値がね、どんどん重なって、高まっていってたんだけども、今回はレア度に応じた点数になると。だからブラッドウェブの外回りの方に行ったとしても、いた、おし、救われたんで、今ピーンってなったでしょ。あれでデバーホープのところが、いた、倒さない、我慢強い女の子だね。あの1になってるでしょ。あれをまず3貯めることが 大切なんです。詰まっちゃってたね、詰まっちゃってたね、それね。ここに移っちゃいます。3貯めるのが大切で、ブラッドウェブ周りがそうやってね、改良されたんですが、実はなんとレースが大幅強化されると。お呼んでるぞ、私を。ギリギリまでやってるな、おい。いや、我慢強いっちゃ我慢強いけど、ギリギリまでやりよってからに。ほんと、不審者が、おまわりさん、不審者がこの中に入り込んでます。沼ババアが、ちょっと警察の代わりに、なんていうか、通報しとこうか。不審者が、あ、そっち行ったか。いや、いいよ、救われていいね。ほら、2位になったでしょ。オッケー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 。オッケーオッケーオッケー。で、釣っときましょう。ここに地下あるんだっけな。どうなんだろう。おー、いいじゃん、地下あるやん。オッケー、オッケー。この間に壊されないでくれよー。デバーホープよ。おじいちゃんの形見、デバーホープよ。
れで一個つけとこう。上につけとくとね、びっくりしてね、あの助けに行かない恐れもあるから、下に一個だけやっときましょうか。あそこやったら進んでるな。あ、いるぞ。ん？いるいるいる。え？ハゲこのハゲおまわりさん、ハゲが幼稚園に。いや、別に、それ、あれ、いい、別にいいんですよ。ハゲだけだったら別に。ただこれ不審者だから。あのツールボックスの中絶対刃物とか、やばいやつ入ってるから。監視カメラ的なやつとかさ。怖いわ。あ、いったね。3つ溜まった。オッケー。これでワンパンモード発動。来た。来たよ。ワンパンモード発動したよ。今回ご紹介していくホラー映画もね、やっていきましょうか。どうしようかな。やめようかな。どうしようかな。やめようかな。オッケー。使われる。よし、4になった。5になれば、もう、メメント無理だから。楽しみだね。久々にメメント盛り上げたいからね。今回はね、待て。おらー、ワンパンモード。そしてね、これ釣ったらすぐね、いってる。あそこの、光るトーテム、呪いのトーテム、まず。あれをね、守らなければならないのよ。私、あそこをセキュリティしんって、まあ、その、この試合を制しなきゃいけない。まずい。やってるよ、絶対。これほら。あぶねえ。セキュリティで思い出した。セキュリティという映画があるんですね。あれそ、セキュリティの映画の話したよな、多分これ。元軍人がなんか、スーパーマーケットの護衛になる。なんていうか、警備員になって、そこに特殊部隊が少女を追いかけてやってくるみたいな。そういう話なんですけどね。その話したっけ？したか。したなら、ちょっと別のセキュリティの話しようか。ボディーガードっていうね、ものがあって。デンゼル・ワシントンとダコタ・ファーニングが出てるやつ。私はすごい好きなんだよね、あれ。元特殊部隊のね、特殊部隊多いな、俺。よし。来た。の主人公はね、アル中になっちゃってるんだけども、なんとか仕事を得ることができると。それは霊場の護衛をすること、ボディーガード。はいよ。さあ、始まります。メメント祭りが始まります。おいちいな。首からの腹。いや、いい感じで隠れてていいね。ホラーチックだね。ホラーチックなあれだね。ぬばばば、幼稚園を守ってますから。そんな感じでね、主人公もダコタ・ファーニングを守ってるわけですね。ところがどっこい。ある日、なぜかそのダコタ・ファーニングが誘拐されるわけです。しかしね、その誘拐が単なる誘拐じゃない。もう明らかにプロの犯行。そして、父親、母親はね、もう嘆きまくって、とりあえず身代金を要求されてるんですけども、FBI の協力のもと、テーハゲチャーミン、はい、食べます。あ、ちょっと待って、何これ、頭飛び出た、ハゲが飛び出たこのハゲっていうね、もうね、ダメです。ヌマババアに逆らうものはこうやってね、惨殺されていきます。大丈夫かな、ノロの通っても大丈夫かな。もう発電機守らなくてもいいかなと思う、これ。とにかく力押しでいくか。よしよしよし。OK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 。来たなぁ、ジェイク。板使わないね。あれかな、これ。やっぱどうしようかな。いや、全滅狙わないといけないから、これ、ちょっと待って。置いとこう、やっぱ。置いといて、ここにやって。で、ちょっと待って、なんか今、声が聞こえた。あれ？いや、ほら。ちょっと待って、もぎってる、誰か。もぎってるぞ。もぎりのなんとかがいるぞ、ここに。
え、でもそこ別にトーテム光ってないよそれ。光ってないそれ。それ光ったトーテムじゃないから。まあそしてね、俺が美味しくいただくわけですね、幼稚園の近くね。まったく何してんの不審者。不審者が本当にポロ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 なんか肉塊落としようって幼稚園を汚しようってからに。いやー、そこがね実は大きな陰謀が隠れていてっていう。で心をね閉ざしていた、デンゼル・ワシントンなんだけども、朗らかなダコタファニングその少女にねよってどんどん心の氷を溶かされていくという、そういったねなんか友情的なストーリーもあるよね。おいちー、板の木目最後。板の木目だった。いや久々のに私ハグ使ったけど面白かったな、やっぱ。うん、ハグ面白い。そんなわけで、ランク帯、ランク帯やっぱそうだよね、ランクリセット入ったからね、今から始めた人っていう人にもマッチングするからね。まあその割にみんなパーク全部揃ってたけどね今。それでは皆さんの良きゲームライフの方になっております。いつも評価コメントありがとうございます。それではお疲れ様でございました。映画楽しんでくださいね。またね。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。